京都の成田と申します。今日はこのディスクローターについて話ししたいと思います。成田オートではディスクローターですね、段付き摩耗とか錆びてたりとかしたら、ね、必ずこう表面削ってます。これ削った後の表面削ったものですね。で、結構錆びたまま使っちゃってる人多いと思うんですよ。で、別に制動力がね、保安基準上クリアしてれば、まあ、保安基準上は問題ないかもしれないんですけどね、やっぱり新車から比べると効きが悪いままでね、乗っちゃうのもなんか申し訳ない気もするので、なるべく新車時の効き具合を、ね、キープできるようにね、僕は必ず表面の、ね、荒れ具合とかね、変身してないかとかこうチェックしてですね、削ってます。で、これね、ひどいんですよ。めっちゃひどいんですよ、これ板金屋さんからもらってきたんですけどね、ちょっとこうもう何も言えないぐらいひどくてよくこの状態で走ってたなっていう、こう面積からすればもう半分以下だしね、これ間違いなくこう、こっちの面は効くとして反対側の半分効かないってことは、まあ面積から考えれば 75% ですよね。 100% 中 75% しか制動力が発揮しないという感じですね。こっちが当たってももうなんかよくわからない状態になってるんで、なんで こんなんなってからじゃ遅いので、こんなんなる前に、なるべくね、錆が進行する前に削ってあげて、まあ厚みもね関係してくるんで、もうこれはもう厚みも削る以前の問題で厚みもないですけどね、厚みも確認しながら、僕は削ってあげた方が、定期的にね削ってあげた方がいいんじゃないかなと思ってます。で、削る機械がですね、僕のおすすめがこちらです。スターさんの削るやつです。100万ぐらいでした。あ、もうちょっとしたかな。5年フルローンで買いました。で、これがね、とても使いやすいんでおすすめです。よし、これね、芯出しがね、これ一発でできちゃうんで、表面の面をきっちり削ってあげて、これをギュッとやれば、これでセット完了です。結局この面方向が、ね、出れば OK なんで、こう軸が、ね、若干ずれても削るでは問題ないのでね、これすごいね、セットが楽でいいですよ。で、まず当たりを出します。これね、旋盤ね、使ったことある人からするとすごい使いやすくて、ね、楽です。で、回転数ももう決まっちゃってるんで、回転数の調整もしてます。あ、ごめんなさい、こんな使い方ダメですよ今のはね、ミスです。掃除したばっかなんで掃除したばっかなんで、すごい滑りが良かっただけです。今のはとてもアウトな行為なのでダメです。よし、で、当てます。これもね、ここでちょっとやるだけなんで、で、当たったら一体、うん、一回全部落としますか。まあ、こんな感じで、で、一体、ちょっと削り出すと長いんで、この辺でやっておきます。で、ここにメモリがあるんで、まあ、一メモリ、だいたい 0.05mm ぐらいですね、削る。厚みというか削り取れる量が。で、あとここに自動のスイッチがあるので、自動のスイッチを押すだけです。ただこれだけで、これ音声取れてるか分かんないですけどそんな感じで削れるんで、すごいいいと思うんですけど、まあ、ちょっと長いんでね、長くなるんで、ちょっとこれだけで終わってみます。もちろんね、本当にやるんだったら、ちゃんと内側から外まで全部きっちり削らないとダメですよ。
で、まあ、ちょっとだけしかね削らなかったんですけど、こんな感じで綺麗に削れるんで、削った後もこの面がねあのこうザラザラになるんですけど、ちょっと使えばねツルツルの表面になってくるんで、あのなるべくね車検ごとこのディスクの表面の具合をチェックしてあげて、あのちょっとでもね錆びている、あの段付き摩耗があるで、例えばブレーキ踏んだ時にこうペダルがねこう押し戻される感覚があるとかあるんだったら、あのなるべく削ってあげた方がいいんじゃないかなと思っております。ご参考になればという感じです。ありがとうございます。